人は卑怯な。お前たちに戦士の誇りはないのか。誇りだと？ロストにそのようなものは必要ない。必要なのは圧倒的な強さだけだ。とどめだ、死ね。危ないですよ。ウサコ、大丈夫か？ウサリアさん、なぜそんな無茶を。そいつの言う通りだ。私たちは敵同士。それなのになぜ命の危険を冒してまで助けた。私たちは敵じゃありません。共にロストと戦う仲間ですよ。だからおい、我流魔界の野郎ども、こんなガキにここまで言わせて恥ずかしくねえのかよ。そうです、いい加減に目を覚ましてください。僕たちは敵ではありません。分かった、反乱軍の戦士たちよ、我流魔界はお前たちと共に戦おう。やっかいな、反乱軍と我流魔界が結託するとは。やりましたわね、ウサリアさん。あなたの気持ちが彼らにも伝わったのですわ。まったく無茶をしてくれる。すみませんでした。ピョン、このままロストを殲滅する。行くぞ。はいです、ピョン。礼を言う、反乱軍の戦士たちよ。お前たちのおかげで我流魔界は滅びずに済みそうだ。安心するのは早い。魔将軍ブラッディスを退けないことには何一つ状況は変わらない。確かにその通りだな。これからは我々我流魔界の戦士も反乱軍の戦列に加わろう。よろしく頼む。よっしゃ、カッカッカー、祭りだ祭りだ、今日は超絶大量だぜ。しまった、一匹狼のオイラとしたことがつい浮かれちまったぜ。ジェラッケンさんは可愛い狼さんなのですよ。キリアさん、やりましたね。我流魔界を味方にできたのはかなり大きいですよ。ああ。何ですか？その気のない返事は。反乱軍のリーダーがそんなことじゃ困りますよ。待て。いつの間に俺がリーダーになったんだ？この混沌としたメンツを引っ張っていけるのはキリアさんしかいないと思いますか？何か問題でも？リーダーなんて俺の柄じゃない。俺にそんな資格は。さあ皆さん、今回の戦いで反乱軍は大幅に強化されました。この調子でこれからもどんどん味方を増やしていきましょう。それじゃあ伝説の竜魔王さんにも仲間になっていただくのはいかがかしら。残念ながらそれは叶わぬ願いだ。我が父竜魔王ドラムドーン様は長い眠りについておられる。だがお前たちにその資格が備わればいずれお会いすることができるかもしれん。全ては運命次第だ。騒がしいな、何事か。ボイドダーク様、大変でございます。ブヒ、誰だお前は。お忘れですか。ブヒ、
熱すぎるコーヒーをお持ちしたばかりに処刑された秘書官の後任でございます。部費私第85代目秘書官を仰せつかりましたプチオーク公爵でございます。部費出身は余計なことはいい、お前も殺すぞ。で何事だ。はっ、緊急事態です。部費あの巨鏡獣魔界の魔王グランクラドリウス6世が現れました。部費あの全魔界最大級の巨体を誇るグランクラドリウス6世が長い眠りから目を覚ましたのです。部費それでわざわざ挨拶に来たというのか。律儀なことだな。だがこの城を傷つけさせるわけにはいかん。久しぶりに打って出るとするか。